影村です。そろそろ今年も残り少なくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。もう今もうテストとかで忙しいと思うんですけれども、おかげさまでお店の方もなんかこう年末らしくこうバタバタしてきてまいりまして、時折思うのが、やっぱり最近めっちゃ平和やなみたいな昔はね、まだ隣にパチンコ屋があった時は、年末になると都市でお金借りてる人の追い込みがよくあって、うちの店呼び出してで金返さんかいう暴力団が追い込みかけてるっていう姿も、もう店の中だらけ、もうすごいことになってたんですけど、今もう一切ないですね、そういうのが。今日 YouTube ユーザー様からハーゲンダッツのアイス2個いただきましたので、今日はこちら、抹茶のオペラのアイス動画ご視聴に、食レポですね、すいません久々なのでごめんなさい間違えました、食レポご一緒にご覧いただきたいと思います。ハーゲンダッツ抹茶のオペラ、また高いアイス買ってきていただいてすいません、ほんま、こちらが原材料名になります。エネルギーは どこに書いてあるのやろ、分からへん。275キロカロリーですね。はい、こちらが中身になります。もうさすが高級アイスですよね。なんか蓋開けると意味がわからないなんでみたいな、多分下に抹茶が入ってるんでしょうね。こんな感じで上にチョコがたっぷりかけられて、その下に抹茶の層があって、一番下はバニラ層ですかね。もうすごい贅沢ですよね。それではハーゲンダッツ抹茶のオペラ、お味の方チェックさせていただきたいと思います。まあなんやこれ、もうケーキですね。高級ケーキを凍らせたような感じのテイストで、上はもう何とも言えない香ばしいチョコのテイストで、で2段目に抹茶があるんですけど、食べると抹茶の味は後からじゅわっとくるみたいな感じで、食べるほどに何度もお味をこう楽しめる感じになってますね。めちゃめちゃ美味しいです、すいません。もう一個また今度レビューさせていただきたいと思います。ほんまにありがとうございます。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。